それではホワイトラビッチの皆さん、どうぞステージの方へ上がりください。ね、ホワイトラビッツの皆さんね、前回はね本当に吹雪の中で歌っていただいたりして、すごく見ててねかわいそうだったんですが、今日はねいいお天気になりました。さあ頑張ってお願いしたいと思います。ホワイトラビッツの皆さんです。お願いします。ホワイトラビッツレッツゴー。みんなで一緒にゴールで行くよ。のせーの、ホワイトラビッツです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。本日は砂丘イリュージョンのホワラビライブに来て いただきありがとうございます。みんなメンバー紹介するよ。イエーイ。はい、サラのダンスはキレキレ。サラの髪の毛サラサラ。元
する絵が弾けるつむつむドッカンアドリブスティンワークしなさいつむぴょんです。つむぴょん、はい、鳥取の海は青々、私の名前も青々、明るさずっきゅんホワイトラビッツのムードメーカー青ぴょんです。青ぴょん、はい、嬉しい、楽しい、ニコニコだが大好き ABC シーピョンです。シーピョン、はい、クリキュウエのはや、真っ白肌のはや、ローマ字で上から読んでも下から読んでもはやぴょんです。はやぴょん、はい、リコのオーラはやばい、ファンタジー感ハンタナー、ダンス大好き、リコぴょんです。リコぴょん、色は桃、好きな食べ物は桃、ほっぺもちもち、お尻ももちもち、ホワイトラビッツのキュートな天使モンピョンのピョンモンピョン、はい、セナウサギになりました。ピョンピョン、いつも ニコニコイチコが大好き、セナピョンです。セナピョン、初日になります。イエーイ、なんと私たちホワイトラビッツは今年で3年連続出場になります。ありがとうございます。ありがとうございます。で、去年はちょっと足を痛めて出れなかったシーピョンに前で見てみてどうだったかちょっと聞いてみたいと思います。はい、私は前で見たりするの初めてで、どんな感じだろうなって思ってたんですけど、盛り上がりやすい曲っていうのもありまして、見てて楽しいというか、踊りたいって思うようなステージで、とっても見てて楽しかったです。おお、ありがとう。ではイルミネーションの思い出とか言える人いますか？はい、お、じゃあつむぴょん。私の思い出は、さっきアオピョンが言っていたように3年連続出させてもらってるんですけど、毎年ここの後ろがね変わったりしたり、毎年ねここもいろんな色に変化するんですけど、今年もねすっごい綺麗でめっちゃドキドキワクワクしてます。では続いての曲に参りましょうか。続いての曲は私たちのオリジナルソングの各都市行く宣伝の思いです。聞いてください。Yeah.
なじみ私たちのオリジナルサウンド恋するマリーです。はい、それではですね、実はあおぴょんのそのなんか言うときに私一個言うことを忘れてたんですよ。私たち実は石油イリュージョン3回出てるんですよ。3回中の大体2回、フォアラビの衣装じゃなくてサンタコスをしてたんですけど、今年初めてだよね、初めて自分たちの衣装で出ることができました。毎年ね半袖だったんですよ。今年は長袖なのであったかく過ごしております。あったかく過ごしております。でもね夏はねあったかい、暑いです。実はこの中にホワイトラビッツのね、ホワイトラビッツのステージデビューをここで果たした方がいらっしゃいます。さあ誰でしょう。チクタク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 、誰か分かりましたかね。誰だろう、誰誰誰かな、誰かな。それではこちらのステージでデビューした人手を挙げてください。せーの、はい、あちょっと先挙げちゃったっけ。はい、実はですねサラピョンがこの砂丘イリュージョンでステージデビューをしました。おー、さあもう2年経ちましたがどうですかサラピョン。まあ毎年イルミネーションとかがすごい変わっていって、なるほど。でダンスも好きで、でまあ入りました。じゃあ次は恋バニ講座に入ります。ホワイトラビッツの恋バニ講座、イエーイ！普段は2人でやってるんですけど、今日は全員でやっていきます。はい、それではですね曲の前奏のところでピョンピョンって言ってください。はい、私たちがチャララピョンって言ったら皆さんも一緒にピョンって飛んでください。それではホワイトラビッツが見本を見せますよ。せーの、チャララピョン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 。ありがとうございます。はい、もう一つあるんだよね。はい、じゃあセラピョン行ってみよう。エッチし体験。じゃあ曲の途中に人たちいるんですけどね、ちょっと先にやってた人たちを見本にして皆さんでやってみましょう。せーの、メイクもするわ、マイクも飲むのよ、オッケーです、上手、すごいね、上手ですね皆さん。はい、多分ねそろそろお腹も減って皆さんご飯食べながらだと思うんですけど、ご飯食べながらホワイトラビッツショー、ぜひぜひ最後の曲見てください。それでは最後の曲いきましょう。それそれでは最後の曲、カイスでマリーです。すいません、そのときになる
ていただきたいと思います。アルコールだからね。はい、じゃあ最後の曲はですね、ホワイトラビッツ、今年ですねアイドル祭り2019の西日本エリアにてネクストブレイク賞をいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。去年もですね、スポンサー特別賞をいただいたのを報告したんですけど、今年はネクストブレイク賞を取ったことを報告できることができました。イエーイ。でですね、ウェブの課題曲の、はい、敗者復活戦の、はい、課題曲、そう、君が好きだと叫びたいです。私が好きだと叫びたいは、スラムダンクというかの有名なバスケのアニメの曲です。じゃあ最後まで盛り上がっていきましょう。イエーイ。お願いします。毎年ね、可愛いパフォーマンスで本当にちっちゃい子からね、ありがとうございます。今日はお天気良かったので、はい、良かったですよね。はい、去年もね、そう、すごかった。そうなんですよ。なんかいつもお天気悪いですよね。はい、今日はね、特別なお天気だったかもしれません。はい、これからの予定をちょっと教えていただいてもいいですか。これから、またイリュージョンに2回出させていただきますね。はい、そうですね。はい、何日だったか覚えてますか。15日かな。15日と7日だったかな。え、記憶がない、どうしよう。22かな。ありがとうございます。もう一度出ますので、ぜひ皆さんご覧になってください。はい、はい、それでは一番向こうの一番ちっちゃい人はセラピョンです。セラピョン、何かみんなにメッセージありますか。頑張れ。フォアラビは3年やってきて、いっぱいお客さんが来てくれて嬉しいです。はい、ありがとうございます。じゃあお隣一言ずつお願いします。
ね、永遠とか言ってるけど来るからね、来るからね。今日は来てくれてありがとう、ぴょん。今日はセキュリージョンに来てくれてありがとう、ぴょん。これからも応援よろしく、ぴょん。今日は来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。今日は来てくれてありがとうございます。すっごく楽しかったです。はい、ありがとうございます。すっごく楽しかったです。今日は来てくれてありがとうございます。また2回あるので、ホワイトラビッツに興味を持った方はぜひ次回も来てください。はい、しっかりとお知らせができました。さあ頑張れ。今日は来てくれて本当に嬉しいです。また2回あるので、すっごく楽しかったです。ありがとうございます。今年のクリスマスプレゼントは入浴剤です。はい、だそうです。さあね、一言ずつ、いきなりだったのでね、みんなドキドキしちゃいましたけれどもね、また次のステージも頑張っていただきたいと思います。今日はどうも本当にありがとうございました。もう一度ホワイトラビッツの皆さんに大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。たくさんプレゼントください。はい、プレゼント、ね、次はプレゼント持ってきてくださいね、皆さんね。待ってます。待ってますということで、ホワイトラビッツの皆さんでした。ありがとうございます。